今、夫が背中を描いてくれていますが、早く背中を描かないと、早く。もっと強く描きましょう。変態。は、変態？何言ってるんですか？早く背中を描いてください。なんか力が弱すぎる。もっと強く。爪の、あれ何？赤が入って、おい！もっと強く背中を描いて。いやいや。ダメ！この下手くそ！はい、もっと。こいつ、弱いんだよ。まず書いてくれてありがとう、さっきは。もう下手くそはこんなんじゃ、もう！そうですが。ストレスがたまる。おい、なんで終わっちゃったんだよ、早く。今、アホ犬がですね、アホ犬になって、背中を、あばらを描いてました。はい、描いてください。あ、今なってますね。よし、アホ犬が来てますよ。アホ犬が、もっと強く描きましょう。お前、バカ野郎。は？おい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 、見逃しとった、今、完全に。アホ犬が。ハンじゃねえんだよ、何がハンや。結論やばすぎる。これ不可能か。ええー、私のベッドは潜入して寝てますね。許せない。最近かゆいんだよね。なんか乾燥するっていうか。ピケチューン、久しぶりにお天気ですね。ピケピケ。こんなに天気がいいの。毎日脱衣所に電気をつけて風呂掃除をする。こっそり消します。消しても分かりませんから。あ、ちょっと髪型変えたんだよね。分け目こっちにした。うん、分け目こっちにしたんだよ。前髪の分け目こっちにした。で、髪の毛も染めた。があったな。油パンがないので、これでも焼いていきます。ブレンディ、今日のお言葉。何が出るかな、こっちにしようかな。たまには息抜きも必要。出たことありますね。あ、そうだ、水が入ってた。もうなんか口がバカになっちゃって。あー、こぼれるし。たったこんだけと、たったなんかこれくらいになるとあれですよね。使っちゃいたいですよね。今日使い切ります。今日の朝食ができました。今日はすごいトースト、あのエスプレッソ、これチョコラプリンね。じゃあいただきます。キャちゃんも遊びに来てくれてます。完食しました。なんか夫が掃除機かけてますね。なんか夫が、ほら、あ、私もしろよ。してますけど。してますけど。そうなんですか。すごい洗濯物の量ですね。
何やってるんでしょうか。人がほうき持って暴れてます。ジートリーいるかもしれない。ジートリー、ジートリーだってそっちにあります。その辺ないんですか。まったく、本当は猫好きですね。何がちりとりがないかって、探しゃあるやんけ。探さんとないわとか言って。ああ、もうムカつく、ムカつく。もう探さんとないわ。ちりとりなんか普段使わないんで。今日はスリッパを洗ったので、足が冷たい。ああ、さすがに2日分ともなると、量がすごいですね。じゃあまあ、ベランダの平和と安全を守ってくれる、まもるくんです。まもるくん、よろしくお願いします。干し終わりました。いやー、3日分の洗濯は、すごい場所を取っちゃいまして、布団が干せなくなっちゃいました。じゃあ、後でゆっくり、昼過ぎにゆっくり干したいと思います。3日分の洗濯物なんで、ベランダの手すり全部埋まっちゃって、布団のスペースがもうこんだけしかなくなって、気合で3つ干しました。世の中で一番嫌いな虫が来てます。どうしよう。これ追い払うとき、たぶんピッてやると、臭い汁出される。もう本当にこいつだけは嫌いなんですよ、もう。なんか臭いの出してくじゃん、もう。絶対に家の中に入ってこようとするもん、この虫。カメムシ。もうなんとかしてよ、これ。この虫だけは本当に嫌だ。もう心の底から嫌だもん。G より嫌だ。なんとかしてどうしよう。この残り物の野菜を使って、スープと焼きそば作ります。焼きそば、味噌汁です。ではいただきます。味噌汁に見えますけど。いや味噌汁ですけど、それは焼きそばは隣です。焼きそばって言われたので味噌汁と言われてます。焼きそば隣ですけど。はい。あ、よかったです。はい。焼きそばの方はどうでしょうか。焼きそば？はい。焼きそばなんです。出てきたそばが。はい。一見焼きそばには見えない。焼きそばですよ。焼きそばには、これは早く食べなさい。焼きそばにうるさいそうですけど、どうでしょう。いやいや普通。来たら、夫のやつが、夫のやつが、こんなものを食って、巨大な L サイズのスパムを食ってますよ、スパムでしょ。マジか。アホ。今もう、いやいや、いやいや食べてる。うまっ。
うまくないよね。ないよ。きちんじゃん。酸っぱいですね、セカブーチョ。僕酸っぱいですね、これ。くそ。はっ。酸っぱいわけないよ。お前の匂いがなんか、その暖房の風に乗って、あと酸っぱくちゃんのなんか、風味と一緒に混ざって、グレードされてくっつかっています。あー、うまっ。え、いや、わしはこいつらとスパーキーじゃないや。関係ないやつ出てくれ。出てくれ、関係ないやつ。はい、もういいや。持ってきました。5400円でございます。今日のお買い物です。まあ、こんな感じですかね。なんかうちの親にお布施の封筒がないって言ったら、封筒がたくさん余ってるからくれるって言って、封筒を書いて用意しとくって言われたんですけど、中にお金も一緒に入ってました。3万円。お布施のお金出してくれました。ピカちゃん。リンゴ、みかん、みかん、梨、みかん。みかん。メロンがここにありますね。これで5000円相当みたいなんですけど、高いですね。夕食はすき焼き、エビフライ、ピカのお供えしたご飯です。ではいただきます。エビフライはこのベトナムの塩振るそうです。本物の塩らしいです。いただきます。はい、それ、これも嬉しいんじゃないですか。